こんにちは、ベビーチャンネルです。今回はプリパラの配置結果を紹介したいと思います。今日は平日プレイなのでもらえるいいねが 1.5 倍になりました。では紹介します。1枚目になんとチーキーリトルサキュバススカートが出ました。ずっとこれ欲しかったので嬉しかったです。上はターンクロスネイビーコーデを着た私の友チケです。2枚目になんとまたミステリーキャンディーアラモードサイリウムシューズが出ました。すっごいいい配質でした。ミステリーレアの1170いいねでキャンディーアラモードです。上はターンクロスネイビーコーデを着ました。3枚目にポワポワピンキッシュイースターシューズが出ました。上はミステリーキャンディーアラモードサイリウムコーデを着た私の友チケです。4枚目にスターランクを1つ上げたターンクロスネイビートップスが出ました。1個前の時点ではこのように有名アイドルでしたが、なんと引っ張りだこアイドルになりました。嬉しかったです。そして上はターンクロスネイビーコーデを着た私の友チケです。以上です。こちらのミステリーキャンディーアラモードサイリウムシューズはこちらのワンピとヘアアクセを持っていたので今回コーデが揃いました。イエーイ、すごく嬉しかったです。それで次に3人で合わせて着てみました。次にこちらです。ポワポワピンキッシュイースターコーデがなんと揃いました。イエーイ、今回そんなに揃うとは思わなかったので嬉しかったです。これ今度着てみたいです。そして次に今日初めて弟がポケモンのゲームをやってみました。1枚目にルージュラが出ました。これが記念すべき1枚目のポケモントレッタとなりました。2枚目になんとなんとなんとこちらキュレムが出ました。すっごく引っ張ってて星が4個ついてて時計値が183もあります。裏はこんな感じです。強力な霊気を体内で作り出すことができる氷の伝説ポケモン。伝説ポケモン、なんで2回言ったの？伝説ポケモン、あ、3回言った。これ出た時弟がすごく喜んでました。弟の輩出は以上です。ポケモントレッタです。以上、プリパラとポケモンの配置結果でした。バイバーイ、また見てねー。